5号艇は天野明夫選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今日までの船足の動きを教えてください。出足はだいぶ乗りやすくなって良くなってきたんですけど、伸びは優勝戦のメンバー入ったら見劣りすると思います。天野選手、初日の転覆の影響はどうでしょうか。最初は感じ悪かったですね。だいぶだんだん乗れるようになってきたんで、まあ、展開なりの着順は取れるような足になってます。明日の作業は考えていらっしゃいますか。いや、特に考えてないです。明日は5号艇となりましたが、コースはお考えでしょうか。多分5コースになると思うんですけど、外が動くなら一緒についていくし、まあ、それでも多分枠なりになると思います。今日までのスタート感はいかがですか。休み明けなんでちょっとスタート行けてないですけど、まあ、大体勘通りには行けてるんで、明日は遅れないように行きます。では最後にファンの皆様に意気込みをお願いします。ちょっと足的には弱いですけど、優勝できるように頑張ります。応援お願いします。